ジーンズはアメリカ合衆国の元プロレスラー。テネシー州ナッシュビル出身のアフリカ系アメリカ人。WWE におけるバージルのリングネームで特に知られる。バージニア大学を卒業後、プロレスラーとしてデビュー。1986年9月17日にはラシャス・ブラウンの名義で WWF の TV テーピングに出場し、 ポール・オーン・ドーフのジョバーを務めている。デビュー後は、ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催していたテネシー州、メンフィスのクアにおいて、ソウル・トレイン・ジョーンズを、リングネームにベビーフェイスのポジションで活動。1987年1月5日、ビッグ・ババを破り、クア・インターナショナル・ヘビー級王座を獲得。体感中は、アメリカ修行時代のターザン・後藤や、 登場山本らを相手に防衛戦を行い、3月2日には、ニックボック・ウィンクルのアワー世界ヘビー級王座にも、挑戦した。4月6日には、黒人レスラーの大先輩ロッキー・ジョンソンと組んで、アワー南部タッグ王座もダッシュしている。1987年夏、バージルと改名して、ヒールに転向し、ミリオンダラーマンテッドデビアスのボディーガードとして、WWF に、 本格参戦。なお、バージルの、リングネームは、ボビー・ヒーナンのアイデアにより、当時の WWF のライバル団体、NWA ジム・クロケット・プロモーションズの幹部だった、ダスティ・ローデスの本名から取られている。以降、主人、デビアスのセコンドを務めつつ、試合にも時折出場し、ハルク・ホーガンや、ランディ・サベージとの交想に介入した。しかし、 デビアスの応募ぶりに耐えかね、1991年1月19日のロイヤルランブルにてデビアスをオーダーしてベビーフェイスに転校。以降はフルタイムのレスラーとして活動し、1991年全般に渡ってデビアスとの交想を展開。3月24日のレッスルマニア7ではロディーパイパーの援護でデビアスを破り、8月26日の サマースラムではデビアスからミリオンダラオーザをダッシュした。11月27日のサバイバーシリーズには、パイパー、ブレッドハート、ブリティッシュ・ブルドッグとのチームで出場し、リック・フレアー、デビアス、ザ・マウンティー、ザ・オーロードのチームと対戦している。翌1992年4月5日のレッスルマニア、8での8人タッグマッチでもナスティボーイズのブライアン・ノブスから、 フォールを奪い、自チームを勝利に導くなど、WWF のプッシュは続いたがブレークには至らず、以後は、ネイルズや横綱などヒールのニューカマーの、PPV デビュー戦におけるジョバーを任されるようになる。1993年も新番組、マンデーナイトローのジョバー要因となり、1994年8月に、WWF を退団した。1996年、 WWF を離脱しヌオーのスポンサーを演じていた、デッドデビアスの招きで WCW に登場。かつて WWF が NWA を揶揄して、彼をバージルと名付けたように、WWF への面当てとして、ビンスマク・マホンのファーストネームである、ビンセントにリングネームが変更され、ヘッド・オブ・セキュリティの名目で、ヌオーメンバーのセコンド役を務めた。 1999年3月14日には、ヌオノビーのー1チーム、ヌオーブラックホワイトのリーダーの座をかけて、PPV アンセンサード1999にて、スティービー・レイと対戦したが敗れている。ヌオー消滅後は、WWF からヘッドハンティングされたビンス・ルッソが仕切るパワーズ、ザット・ビーのアングルにおいて、シェインと解明して、ルッソの部下を演じる。このアングルは、 当時 WWF で、ビンス・マクマホンが率いていたコーポレーションのパロディであり、シェインの名は、ビンスの息子、シェイン・マクマホンをあざけってネーミングされた。1999年の末には、黒人カウボーイのカーリー・ビルに変身し、カート・ヘニングや、バリー・ウィンダムラが結成していたウエスト・テキサス、レッドネックスに加入。その後は、ミスター・ジョーンズの名義で、 アーネスト・ザ・キャット・ミラーのマネージャーを短期間担当した。2000年に WCW を離れて引退してからは、大学時代に取得した数学の学位を活かし、ペンシルベニア州ピッツバーグにて、カトリックハイスクールの数学教師に転じた。教鞭を取る一方で、インディ団体にも時折参戦し、2005年1月29日に、フロリダ州タンパで開催された。 リユニオンイベントレシルリユニオンでは、グレッグ・バレンタイン、ジェイク・ロバーツ、バグジー・マグロー、シャボ・ゲレロー・シニア、ノーマン・スマイリーらと共にバトルロイヤルに出場。2006年3月5日のワールド・レスリング・レジェンズでは、リック・スタイナーと対戦した。2010年5月17日、テッド・デビアス・ジュニアのボディーガードとして、WWE の RAW に登場。 6月14日の放送では、デビアスジュニアとタッグを組み、ゲストホストの俳優マーク、フォイアスタインとビッグショーのチームと対戦するなど、短期間ながら16年ぶりの WWE 復帰を果たした。WWF 時代のテッド・デビアスとのコンビは、主人と召使いの主従関係だったが、プライベートでの両者は、兄弟のように親しい友人同士であり、ジョーンズは、 デビアスのことをレスラーとしても人間としても尊敬していたという。ありがとうございます。